はい、どうも、こんにちは。12月の15日、えー、中日を退団いたしましたアレックス・ゲレーロ選手が、えー、巨人に入団することが決定いたしました、えー。本日はですね、こちらゲレーロ選手について、まあ、お話をしていきたいと思うんですけれども、えー、なんと本日はですね、ゲスト解説といたしまして、巨人軍終身名誉監督の長嶋茂雄監督にお越しいただいております。監督、本日はどうぞよろしくお願いいたします。セコム、してますか、えー、さて、えー、こちらのゲレーロ選手について、 監督はどのようににご覧になっていますかゲロえゲロじゃないです。ゲレーロです。ゲロ。いや、あの、ゲロじゃないです。はい、えー、さて、あの、能力ですけれどもね。 えー、今年、打率2割7分9厘、えー、そしてホームラン35発の成績を残しましたが、えー、ミートも、ね、パワーも、ね、高いものとなっております、えー。ミート70の B、それからパワーになってはです、ね、84の A ということですね、えー。こちら、ゲレーロ選手の攻撃力について、監督はどのようにお考えですか。あ攻撃性といえばね、あのやはりあの周囲に、ね、与える影響は、ね、大きいですね。匂、はいあのいで、ね、あのもらい ゲロじゃないです。えー、守備はですね、えー、適正のね。大さにね。目がいくんですけれども、も、えー、内外野守れるユーティリティプレイヤーですよ。というふり触れ込みだったんですけれどもまあ、メジャーでもね。日本でもねサードと外野しか守っておりません、えー、ちなみに中日もですね。サードでの起用を諦めて外野に移しておりますので、まあ、あの守備の方はね。お察しなんではないのかなと思います。で、監督守備についてですが、あのー、乗り物酔いっていうものがねありますからね。車であったりだとか。 あのバスだったりとかね、あのエチケット袋ですねあの、ゲロに対する守備ではないですね、はいえー、特殊能力は、ね、こちらになってありますね、えー、超パワーヒッター、プルヒッター、そして初球ということで、すね、まあ、35本打ちまして、ホームラン王になったという、ね、大砲ですから、まあ、初球からガンガン振って、えー、ホームランを狙っていくというような感じですかね、えー、監督、こちらの特殊能力についてですが、やはりホームランは野球の花ですから、まあ、活躍してほしいですね。あ そこは普通なんですね、はいえー、そんな、ね、ゲレーロ選手なんですけれども、えー、残念ながら手に入るのは、えーまあ、なんといっても、ねえー、2018年シーズン、まあ、来年の、ね、4月以降となってしまうわけです。えー、それまで、ね、待ちきれないということですね本日はこんなものを用意いたしました。 はい、というわけで,ですねえ。今回 s ランク契約書をですね。12、そして3。それから10%契約書を1つに30%契約書を1つという感じですね。こちらのですね。まあ、s ランク契約書類をですね一気に開けていきまして。まあ、新戦力のゲレーロ選手をね。当てていきたいなと思います。まあ,あの来年度のね。 あのオーダーをね、まあ、仮想オーダーを組むためにもですね、まあ、早いところ、S ランク選手が欲しいなって感じなんですけど、まあね、あの新戦力が決まった途端にねあの欲しがるっていうのはね、まあ、ジャイアンツファンの、ね、悲しい差がなのかななんていうふうには思うんですけれども、まあ、模範的ジャイアンツファンということでね、温かい目で見ていただければと思います。はい、というわけでですね、えー、ぜひとも、えー、新しいオーダーを組むためにもですね、4番候補のゲレーロ選手にはなんともね、チームに加わっていただきたいと思っております。さあ、来い うん、まあ新しい選手年ですよねなんでぜひとも来い <laughs> マイコラスメジャー復帰おめでとうはい、えー、というわけでですねメジャーが決まったマイコラスを当ててしまったということでね全然思ってるのと違うって手はいラク星選手、はい、それから A ランク あ平田選手、まあ、中日の外野手、右打ちって、とこまでは近いんですけどね、違うってことですけど、S ランク来いおう、大松。大松選手もね、S ランクになれるんですね。頑張ってます。はい。最後 うんうん <laughs> ディクソンかはい、以前もね、当てたんですけど、ディクソン。この選手もね、外国人選手ですから、とても息の長い選手になっておりますね。はい、というわけでこんな感じで,ですね。えー、まあ、新しいね、新オーダーを組もうと思ってたらね、まさにこう、Q オーダーともね、いかないですけども、えー、まあ、巨人対談が決定いたしました。マイコラスが手に入ったということでございました。はい、というわけで、またお会いしましょう。バイバイ